わ出た、いつもの感じ、やばいところ。ほら、クヌギ落ちてたもん、枝。ほら、あった。クヌギあった、クヌギが。でも苔生えてる。本当だ。ダメかな。柔らかい？硬いっすね。超硬いっす。硬いか。はい、ヌーギー林見つけました。え、なんか国王ぐらいは普通にいそうですね。いますよ、多分。うん。木細い。伐採してどうやろ。5年も経ってないのかな。伐採したね、材木は上の方にいっぱいありましたね。そうですね。あ、撮影してくればよかったな。これずっとね、道挟んで下の方もずっとクヌギ林です。ここ夏来たらちょっと面白そうですね。そうですね。うん。あの蜂もいっぱいいて楽しそうです。よし、降りていってみますか。はい。ほら上もね。ほら上もクヌギ林。見てこれ。欲しい。コクヌギ。クヌギの材欲しい。見て、なんか穴開いてる、穴、ほら。開いてますね。穴、食根。これ食根？食根よね。これカミキリムシとかが入るんじゃないですか。これな、やっぱ虫かな。この穴。うん、へえ。こっちにもある。わ、すごっ。わー、すごいね。めっちゃある。めっちゃある。めっちゃありますよ。めっちゃある、ほら。うん。上手っすね。上手、上手。上手に組んである。細い。ほら、あっちもあっちもほら。ほら、もう道端とか最大限に利用して上手。うん。ピロさん上手ですか。上手。上手ね。またあった。すごい。めっちゃ組んでる。ほら。うわ。しいたけキングダムやん。いや、すごいね。すごいっすね、ここは。きつかったろ。やばいっすよ、下もありますからね。あ、ほんとや、あっちもある。ピュさん、これどうすか。いや、これほぼ放置じゃないですか、これ。でも放置されてますよ、これ。ね、なんかこう産卵木の匂いする、クワガタの。怖い、なんか動物来そうです。崩れる。一応崩れます。あ、崩れますね。あ、やばい。あ、産卵剤の匂い。材割り道具何も持ってないからな。あの、うんちやん、うんち。あれ、クヌギだよな。クヌギの立ち枯れ。え、なんかいる？いました、いました。え、これ何？これ何？いました、いました。クワガタ、クワガタですよ。クワガタ、これ何？
お、クワガタイのメスがいます。ちょ、全然、あ、またいた。ハサミムシ、ハサミムシ、ハサミムシ、うわ、アリの、あ、これアリの幼虫？多分アリの幼虫ですよ、これ。へー、こんななんだ。一緒クワガタかなと思った。うん、こんななんだね。なんかね、大きめの食根見つけました。年季の入った倒木です。あ、これこんな感じ、こんな感じ。わ、でかいのいるかもしれない、ソロ。え、食根大きいわ。これどこ続いてる？本当はあんましちゃいけないんですけど、ちょっと、あ、こっち側に、うわ、怖い。あ、ハサミムシ、お、なんかいる。ハサミムシ、これ、さっきの。はい、あ、でも下にも続いてますよ。あ、下続いてる。食根でかっ。いや、これやばいっすよ。ちょっと普段在話でしないですけど、ちょっと今回だけ許してください。うわ、あ、ムカデ、気をつけて。怖い、なんかいろいろいますね、やっぱね。なんか、何ですかね、これ。ん、あー、くそー、うん、ハズレ、怖い、どうしよう。うわ、このショッコ何？これでかいの、クワガタじゃないのかな。うわ、冷たい、超冷たいっすね。でも、でもクワガタか幼虫系じゃないですか。でもカブト、カブトムシいますか、これ。怖っ。あ、幼虫いた。いました。おおお、幼虫いた、ほら、やばい。ちょっとペさん取って。ちっちゃちっちゃ。何の幼虫ですか、これ。ここはだったら動けるな。あー、コクワっすね。あ、コクワっすか。コクワです。ここはだよね。ちょっと在話でしないから普段よくわかんねえ。あ、あと一匹いた。顎まっすぐだからコクワかオクワっすよね。あと一匹いましたよ。まさかオクワってことはないもんね、これで。オクワっすか、違います。オクワってことはないだろうな。まあ、コクワでしょうね。いや、オクワかもしれないですよ。一応育ててみます。一応育てて、ちょうど2匹いるじゃないですか。うん、当たり引くのどっちかって。どっちも外れな可能性でしょ。なんか、コクワっすよ。コクワじゃないかもしれない。コクワっすよ。オオコクワかも。こっちはメスだ。卵巣がある。あー、こっち。で、ピュさん、こっちちょっと手に持って、先っちょのやつ。そうそうそう。こっちの、メス。顎、まっすぐだよな。これ、コクワだろうな、多分。落ちた。うんちが黄色い。そっち、卵巣ある？いや、わかんないです。あ、あるね。メス。いや、見てください。ここにも幼虫いますよ。それ、みたいな。あ、ほんとや。これ何？ネブ、いや、ネブとはいねえよな。でもこんな表面にいましたよ、今。え、こいつ何？こいつ、なんか持ち帰るのあります？ありますよ。
これちっちゃいの育ててみますか。育ててみましょう。何になるか。いいっすよ、このこいつらも。こいつらもね。持ち帰りで。ちょっと持って帰ってみます。せっかくなんで。まあここはだろうけど。はい。紙吹雪、あの桜吹雪撮りたいんですか。うん、見てください、後ろとかあっち側の方が落ちてますから、見てますか。このアングルで撮りたかったんやけどな、そう、落ちないですね。今ちょっと止まりましたけど、さっきそこら辺の方がめっちゃ落ちてましたからね。ちくしょう。よいしょ。